コンバインケース IH は CNH インダストリアルの保有する世界有数の農業機械のブランド。本社はアメリカ合衆国ウィスコンシン州らシーンにあり世界160カ国以上に4000以上の取扱店を持つ。ケース IH が生産する農業機械はトラクター、コンバイン、収穫機、牧草機械、後期機械、端子機、スプレーヤー、 また特注の農業器具など多岐にわたり、アメリカ農学、生科学学会の AE50 賞を何度も獲得している。最もよく知られたケース IH 製の機械としては、アクシャルフローコンバイン、マグナムトラクター、スタイガー、ファームオールなどが挙げられる。また、ケース IH は、農業機械の生産、販売のみならず、ディーラー網を通じて、 農家やコントラクター向けの金融サービス、部品やメンテナンスサービス、リース業務も行っている。ケース IH の160年にもわたる歴史は、アメリカ農業史に貢献した二人の男から始まった。彼らの発明で、農業生産率が100倍になったと言われる。1842年、ジェローム・インクリース・ケースが時系ス会社の一つとして、ラシーイネ脱穀機会社を設立。 1869年には蒸気エンジンの製造を開始し、1886年には世界最大規模の蒸気エンジン製造会社となっている。一方、1848年にサイラス・マコーミックがマコーミック収穫機会社を設立した。同社はサイラスの死後息子が引き継ぎ、1902年にディアリング、収穫機会社と他に3つの 小さな同業者をまとめて合併し、インターナショナルハーベスターとなる。それから約100年後の1985年、時ケース社は、インターナショナルハーベスターの農業機械部門を、買収し、世界、第2位の農業機械メーカー、ケース IH となった。そして1999年に、ケース IH は、ニューホランド AG との統合により、フィアットが、 資本90%を占める c n h グローバルの一ブランドとなった。なお、自ケース社の建設機械部門はケース CE となり、同じく c n h グローバルの一ブランドとして存続しており、2008年現在、キャタピラー、小松に次ぐ世界第3位の規模を誇っている。日本の住友研機と提携して、油圧ショベルを調達、ケースブランドで販売している。 2008年現在、ケース IH ブランドのトラクターを、日本ニューホランドと、三菱農機が輸入、販売している。ありがとうございます。